本日はこちらの100円ショップで売られているミラーパウダーを使ってネイルデザインを作っていきたいと思います。それではどうぞ。はい、こちら中にはピンクとオレンジっぽいお色のミラーパウダーが入ってます。ではまずベースを塗っていきます。ではライトに入れます。はい、では次にこちらピンクの色を塗っていきます。薬指は避けて塗っていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では2度塗り目塗っていきます。ではライトに入れます。はい、ではこちら完全硬化をした上にミラーパウダーをのせていきたいと思います。使うものがこちらのアイシャドウチップを使っていきます。こちら付属されていないので別に用意します。では今回こちらのピンクを使っていきたいと思います。はい、ではこちらのミラーパウダーの粉をのせていきたいと思います。ではこのアイシャドウチップに少しつけます。つけてジェルの上でこすります。わかりますか？この色の変化が。もう簡単にこう色がちょっと変化していきます。でこのアイシャドウチップで磨くだけでこのツヤツヤ感が出てきます。では他の指ものせていきます。
では次、薬指にこちらのラメをのせていきます。ラメはこちらペーストと混ぜていきます。こんな感じの筆を使うと便利です。はい、ではのせていきます。こちらで一旦ライトに入れます。はい、では次にこちらのホワイトを使って親指にアートをしていきます。では白のジェルをパレットに出します。はい、では筆はこういう細い筆を使って描いていきます。こんな感じでライトに入れます。はい、ではこのハートの上にワンポイントでストーンをつけていきます。はい、ではライトに入れます。はい、ではこちらトップジェルで仕上げていきます。ライトに入れます。はい、こちらでミラーネイルの完成です。ピンクのお色にミラーのツヤが出てとっても可愛いお色に仕上がりました。こちら2色ミラーネイル入っているんですけれども、ベースのジェルのお色が違うだけでいろんなバージョンが楽しめると思います。皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。